メタルスミナスゲにダメージです。お願いします。今日はなんと杉本さん夫妻だから、まあ僕が今日は紹介するんですけれども、杉本さんに鍵をたくさん借りてきました。今日紹介するのはマステリーのこんちゃんです。ダオディエンエリアにあるマステリの部屋いくつか紹介できると思いますので、ぜひ皆さん聞いていってください。前にねマステリ T5 の2ベッドルームを紹介したんですけれども、それとはまた違ったお部屋を紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。ダオディエンエリアをちょっと説明しますと、西洋人街と言われてまして、飲食店などもたくさんありますし、日本人の方とかもたくさん住んでるような場所となっております。幼稚園のバスのお迎えが来たりとかもするので、かなり日本人には住みやすいエリアとなっていると思います。リンコンメガモールもね同じ敷地内にありますし、中心地からタクシーで20分ぐらいのところにありますので、皆さんぜひマステリータオディエンに住んでみてください。それでは行ってみましょう。最後の締めみたいな。すごい優しい色合いだね。前さ、マステリの2ベッドルーム、もう結構前、3年前とかに紹介したのとかはさ、同じような色合いだったよね。この優しい木の感じ。ここが靴箱ですよね。お、鏡がある、いいじゃん。ほら、もうこれ杉本さんいたらもうね、鏡に映った地球、そして広がる地球、広がる広さ、こういう、いや、それ杉本さんになっても良くない。まあ、ワンベッドルームですからね、大体一人暮らしとかカップルとかぐらいですかね。だったら全然十分な広さですよ。そしてキッチン、 L 字型のキッチン、もうこれもね広さ十分、 IH でレンジもあって、換気扇もあって、あるだろう。でも、もう収納もねもう本当広いです。上も下もありますので、まあ、十分、もうかなり広いんじゃないですか。これは日本でね一人暮らしとかだと 1K とかでしょ。 1K にこのキッチンないから。おい、見えはんな、ワンルームやろうがお前住んどったな。ワンルームにこのキッチンないからね。まあ、テーブルもあってご飯もできます。そしてこちらリビングのソファーだったテレビがある場所ですね。杉本さんいたらソファーやれたのに、これ一人でやるのかな。寂しいわ。杉本さんといると思う質問として、キロさん皆さんにお伝えします。せーの、あー杉本さんがいたら止まってた、ちゃんとつかずに止まってた、悲しいですわ。でもあのソファーのね、あの柔らかさちょっと固めな感じで、長くいても疲れない感じ、腰に負担がかからない感じのソファーです。それでちょっと真ん中に座ってくれないかな。なんかその隅っこにこじんまりとねおじさんが一人座ってるっていう感じになっちゃってるからな。おいおい、子供が電車で外を見るときの座り方や。それ広いですね、もう十分かなり広いソファーでございますよ。そしてこちらワンベッドルームでさ、俺マステリの他の部屋見たことあるけど、ベランダあるの初めて見ました。ベランダあるんだ、ちゃんとこう外に出れるタイプのベランダ。はい、どうも皆さんこんにちは。こちらマステリのね同じ T5 の2ベッドルームもございまして、こちらのお部屋のちょっと違うタイプをですね以前紹介させていただいたので、紹介はちょっと割愛させていただくんですけど、気になった方は下のリンクからご覧くださいませ。キッチンもかなりこうストロークアウト広く、冷蔵庫も大きいですし、スモールベッドルームありの、マスターベッドルームあり、もう収納も十分な大きさでございます。そして素晴らしい部屋なんですが、実はこの部屋お値段650ドル、安すぎる、こんなに下がるんですね。前だって紹介した時800ドルとかだったのが、それがそのコロナ禍もあって、こういろいろなこうねことが重なって650ドル、マジで引っ越し考えてる方おすすめです。それでは引き続きワンベッドルームご覧ください。どうぞ。ほら目の前には駅がもう今できようとして、2021年2022年には開通するんじゃないかという今なんで2年言ってますけど、そこはちょっとぼかさせてよ。2021年2022年には開通しますので、皆さんが入居される頃にはもしかしたらもう走ってるかも。39階なので眺めもめちゃくちゃいいし、でも近くにはねリンコムメガモールもあって、もうあそこにはメガマーケットってね結構安いスーパー、もう大量に買える、まあコストコみたいなタイプのスーパーもありますから、立地条件めちゃくちゃいい、マジで激安です。そしてこちらが洗濯機置き場と、まあ洗濯を干す物干し竿的なかけるものもちゃんとご用意されてます。
トイレとシャワールーム。トイレとシャワールームはね、正直距離暮らし用としてだって普通な感じとなっております。この広さとかも本当に一人一人用って感じですかね。やっぱり無償ですよね。やっぱ第2回ですからこれは無償。そしてベッドルーム。ベッドルームもね、なんかすごい広く感じる。広いっすね。物とかもあんまりないからすげえ広く感じる、うん、ベッドもこれ結構でかいんじゃない。キングまではないけどクイーンぐらいあるよね。やばい、無理だろ。え、杉本さんが測っとるよ。1、2、3、4、5、6、7、8、八歩だから八歩歩いて7歩3歩。ってことは1ってことはお前の足は26センチ。ってことは26センチ。いや、それ誰も正解だ。何の意味があるのよ、まだ。本当に8で計算すると2メートル以上。そんなことない。そんなことない。そんなのないよ。そんなことない。それだってもそんなベッド見たことないもん。2メートル以上あるみたいな。上がりましたと180ぐらいありました、やっぱり。ってことはキング広い。ワンベッドルームでこのキングの広さのベッドかなりいいね。いいですね。まあエアコンもあり、まあ、収納一人暮らし用ですもんね。奥行きすごっ。めっちゃ広いっすよ、マジで。だってもうほら扉が届かないぐらいだ、俺の手で。これは激アツです。これ激アツだわ。おー、激アツです。ということは3分だね、セイク。まだ2です。そこで激アツ2個稼ぐなよ。いやでもそれぐらい俺は驚いてる。ワンベッドルームでこんな広いそのウォークインクローゼット的な感じは見たことないよ。でアイロンもありますしね。家賃を得たらただで借りれるのコーナー。はい、やってまいりました。杉本さんいないですが、もう数言ってあるみたいな家賃だったら当てに行きたいと思います。はい、まあね、バステリーって場所はほんと最高よね。タオディエンエリアでさ、同じ敷地内にビンコムメガモールあって、で飲食店とかもたくさんあるし、でコンビニもたくさんあるし、もうかなりね日本人としても住みやすい。で幼稚園のバスのお迎えとかもねバステリーで来るけん、それもねやっぱりあの日本人が選ぶ理由だと思うんですけど、場所いいでしょ。でワンベッドルームなのにちょっと広めでベランダあり。バステリのね、相場感ってもう我々入ってるんですよ、実は。だって前回紹介した2ベッドルーム、あれが800ドルで紹介してます。1ベッドルームの相場が650ドル。考えてみてね、やっぱりそのコロナ禍でお客様減ってます。やっぱりね、家賃もある程度下がってはいるっていう情報も僕は入ってるんですよ。ということで出した答えはこの1ベッドルーム550ドル。すごい自信に満ち満ち溢れてるね。もう借りに行ってますから。家賃はただで借り入れるっていう話ですか。いつもだったらなんかさ、みたいな、あれだみたいな。ダウンことして550ドルは動きません。本当？はい。100ドル安くなって550ドル。もうそっから動きません。一切。なんで今日意志強い？意志強い。吸収断じました。いや、いつもブレるやん。答えお願いします。答えは550ドルです。イエーイ！ただですね。いやいや、これちょっと俺は疑惑あるなと思ってます。お前知ってた？え？いや知ってたやろ絶対。知らんよそれは。いやだって変だもん。何が？そもそも俺ね鍵とか借りに行ってなくて、鍵君だよね、借りに行ったの。借りてよ。本当聞いてない？聞いてはない。こっちはな情報入ってんだよ。お前がもう家賃知ってるってな。中川さんにはもう家賃も教えときましたんでって聞いてんだよ。見ただけや紙を。管理ってね、借りれたと思ったらな。550でもめっちゃ安くない？安い。めっちゃ安い。え、ワンベッドそれで借りられるんだ。で、このね、階層でね、39階。マジで今、皆さん決めないと、もう本当に危機ができるようになったら、もしかしたらまたこう、値段は上がっていくかもしれないし、まさに今ベトナムに入られてる方、引っ越し考えてる方は、ぜひエナセツさんに問い合わせしてみてください。そして、他にもたくさん物件、エナセツさんもお持ちですので、ぜひそちらの方も見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。